こんにちは世界 VTuber 足立千鳥です今日は線形システムについてお話ししますこのプレゼンテーションの目的は線形システムの特徴と重要性を理解することですそのためにあえて非線形システムの例にも触れることで線形システムの理解を深めようと思いますある概念を理解するためにはそれ以外のものを知ることが時として有効というのが今日の学びです アナログとデジタルみたいなレトロニムとか有理数と無理数とかねこのプレゼンでいうシステムというのは何らかの入力 x に対してある関係 g によって出力 y が与えられるようなもののことを言うよ。システムは K とも言うね具体的な例としてこんなキャパシタと抵抗からなる回路を考えよう。 キルヒホフの電圧速で入力電圧 VI と抵抗にかかる電圧 VO が関係づけられてこういう演算子を勝手に仮定すると VI が VO で決まるねだから今の演算子の逆演算が存在するとすれば VO は H インバースを VI に適用することで決定されると書けるね今の VO が VI で決定されるという関係を最初に書いたシステムの定義と比較しよう そうすると入力 X が VI に出力 Y が VO に入出力の関係 G が H インバースにそれぞれ対応してこの回路はシステムと見なせることがわかるね具体的に数値を入れて見てみようここでは回路シミュレーションに LTSPICE というソフトを使ったよ入力 VI1 は 440Hz ラノートの信号だよ この時システムの出力 VO1 はこんな音入力より小さくなったことが音からも波形を見てみてもわかるねもう一つ数値例を見てみよう今度は周波数 3136Hz 高いソの音だよ出力はさっきと比べるとほとんど大きさが変わらなかったね実はこの CR 回路はハイパスフィルターといって 高い周波数はそのまま通すけど、低い周波数は減衰するシステムなんだ。でもここではそれは置いておくよ。さて、ここで一つ考察しよう。さっき低いラの音と高いソの音をそれぞれ入力して出力を見たけど、その一つ一つ信号を入力したときの出力の和と、2つの信号を同時に入力したときの出力とは等しいでしょうか。 さっき見た2つの信号をオーダーシティというソフトを使って足した音がこれだよ。この音と低いラと高いソの音を同時に入力した時の出力がこの音。同じに聞こえるね。時間領域で信号を拡大してみてもパワースペクトル周波数領域で見てもどうやら本当に上の音と下の音は同じらしいね。 つつまり考考察察は成立だねもうう一してみよう今度は一つの信号 VI を入力した時の出力の A 倍ともともとの入力を A 倍してから入力した時の出力は等しいでしょうか高いその音を入れた時の出力を2倍にした音がこれそもそもの入力を2倍0.3を0.6にしてやってから入力した時の出力がこれ。 同じに聞こえるね今見てきた2つの性質はそれぞれ「可方性」と「政治性」といってこの2つが共に満たされていることを「線形性」というよさっき確認した通りこの CR 回路は入力と出力の間に線形性が成り立つシステム線形システムだよこの「線形性」という性質当たり前でつまらないことに思える?「そうではない」というのをこの後見ていくよ 今度はシステムの例としてダイオードと抵抗による回路を見てみようダイオードは一方向にしか電流を流さない素子だよこれも入力電圧 VI によって出力電圧 VO が決まるからシステムとみなせるよさっきと同じ低いラの音を入れてみよう出力はこの音だよちょっと小さくなった気がするけど聞こえるね ダイオードはプラスの時にしか導通しないから、出力波形はこんな感じになるよ。拡大するとこう。次に高いソの音を入れてみよう。実はラの音とは振幅が違うことには注意してね。出力はこんな音。なんだけど、聞こえないね。拡大してみるとわずかに波形は見えるんだけど、 入力が300で出力がが 300mV で出 2mV ととても小さくなってしまったねさて CR 回路でやった考察1を再び考えてみよう2つの出力の和はこんな音高いソの音は小さいから当然聞こえなくて低いラの音だけ聞こえるね一方2つの入力信号を足してから入力した時の出力がこれ 上と音が違うのがわかるかなお豆腐屋さんみたいに高い音も聞こえるね時系列を拡大してみたりパワースペクトルを見ると二つの信号は異なる信号になっているのがわかるねそう、このシステムは可方性が成り立たない非線形システムなんだ必要条件が満たされないからもう線形ではないことは確認できたけど考察にも見てみよう これが高いソの音を入れた時の出力を二倍した音。二ミリボルトを二倍にしても四ミリボルトにしかならないし、聞こえないみたいだね。一方で元々の入力を二倍にしてから入力した時の出力はこの音。可能なくような音だけど聞こえるね。波形を見ても百ミリボルトくらいあるみたい。スペクトルを見るとこの辺に違う信号が見えるし、レベルも全然違うね。 このシステムは政治性も成り立たない。もう一つくらいシステムの例を見ておこうか例えば増幅器なんかは実は典型的非線形システムの例なんだこの和音を入力するよ。この小さかった音が増幅器の出力ではちゃんと大きくなってるね。だけど入力をもっと大きくすると出力はこんな音になっちゃう。 ゲームボーイがバグったみたいに音が割れて和音じゃなくなってしまったね。これは電源電圧以上の電圧が出せなくて飽和してしまうからなんだけど元の信号が崩れちゃうと困るから入力が小さい範囲線形性が成り立つ範囲で使うというのが増幅器の基本なんだ。さて線形性は当たり前じゃなかったわけだけど運よく線形だった場合は何がいいのかというと特性の把握や操作が容易だということだね。 特性の把握が容易というのは可方性からいって3つの信号それぞれを調べたらその和や振幅を変えた信号についても把握したことになるからね操作が容易というのは出力を n 倍にしたい時単純に入力を n 倍にしたらいいからだね出力を2倍にしたいと思ったら入力を2倍にすれば OK それが線形システム一方で非線形システムは 2つの信号の和を入力した時の出力は個別に調べていかないといけないからよっぽど大変だね。出力を n 倍にしたい時入力を何倍にしたらよいかもシステムによりけりだね。出力を2倍にしたいとして入力を2倍にしたらさっきのダイオードの例だと出力 2mV が 100mV つまり50倍になっていたわけだからもしかしたら。 大変なことが起きるかもしれないじゃあ非線形ってただの悪者なのっていうとそうではなくってさっきのダイオードによる整流や高調波生成みたいなそもそも非線形な操作を行いたい時があるつまり非線形を有効に使う時もあるんだそしてやっぱり非線形性が望ましくないという時増幅器のような例では線形の範囲でシステムを使うことになるね。 さてここまで線形システムと非線形システムを見てきたけど線形システムを学ぶ意味ってどこにあるんだろうまず線形性は数学的に扱いやすくて具体的な数値に頼らず豊かな議論ができる点だね。そして線形性の理論はとても強力でさっきの CR 回路もそうだけどそれで解決できる問題が現実にたくさんあるんだ。 そして線形形は私たちが制御したいシステムのごく一部でしかないけど線形形を学ぶことが非線形形を学ぶ基礎になるからだね。結論はここにまとめたよ。今回のプレゼンを作るにあたって使用したソフトだよ。これでこのプレゼンはおしまい。どうもありがとうございました。じゃあまたね。